1時間に1本ぐらいだったね。そうだね、電車がね。軽井沢駅から信濃鉄道で三代田に来ました。はい、三代田に着きましたね。着きました。いい天気でなぜかね、うん、はい、じゃあ今日のランチの場所へ向かおう。あれだ、うん、あそこがポコラです。ブルーベリーか、405、まあ、こういったオブジェがすぐあります。ね、平松さんのオリジナルのね、ブレンドコーヒー、はい、はい、いいよ。アルコール以外は無料です。はい、じゃあ今度は浴室ですね。温泉がついてます。左手はトイレですね。あとでね、アメニティとかは別で移したいと思います。はい、ここをね、開けて、この半露天で入ることができる、うん、うん、男性用と女性用でなんかこう分かれてる感じだね。これナーチュアって書いてあったね。シャンプーとコンディショナー。こっちに出ることができます。
わあ広いな。素敵だね。朝一は取れない。ここが朝食会場。じゃあ行きましょうか、1階に。うん。うん、あ、なかなか取れないよね。うん。次は501ですか？やってますね。こんな感じで、うん、何神社なんだっけ、ルイボス神社だっけ、うん、騎士、うん、ね、本日のスーパーまた角度が違うからいいんじゃないかな、さっきのところもまた角度がね、うん、はい、どうでしたか、ラキビラウンジは。よかったよかったよね、結構ね、ちらほら何回も、うん、あれはいいサービスだよ、うん、すごくね、いいよここ本当に。トリュフだよね、すごい匂いがする。でも熱いわ、確かに。はい、来ましたね。はい、来ましたね。もう肉厚だよね、胸と胸肉だって言ってた。シャーベ、またレモンのこのムース、レモンのムースかって言ってたね。いちごはなんだっけな、紅ほっぺ、紅ほっぺ、うん、そうだよね、うん、まあ下は映るから大丈夫、うん、はい、こういうね、お家で、うん、
はい、翌日の朝です。今日も天気が良さそうですね。気があるからなんかで、左にアネックスがあって、ここはオーディオルーム。パソコンを取ろうかな。